チャールズ・ロック・イー・ストレイクは、イギリスの画家、美術史学者である。イギリス海軍の軍港の町、プリマスで、海軍の役人の息子に生まれた。プリマスのグラマースクールで学び、ロンドンの寄宿学校、チャーターハウススクールで学んだ。画家になることを目指し、1809年に、歴史画家、肖像画家のベンジャミン・ヘイドンの弟子になり、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術学校で学んだ。 プリマスワンのベレロフォン上のナポレオン・ボナパルト1815年にロンドンの民間展覧会ブリティッシュ・インスティチューションに出展した後パリに渡り当時ナポレオン美術館と呼ばれていたルーブル美術館に集められた美術作品を研究したイーストレークが画家として知られるようになるのは1815年に発表した戦列館ベレロフォンに捉えられているナポレオンを描いた 作品、プリマス湾のベレロフォン上のナポレオン・モナパルトであった。イーストレークもナポレオンを見るために多くの見物人同様、ボートを雇ってプリマス港のベレロフォン号に近づき船をスケッチした。1816年にローマに旅し、イタリアに滞在するイギリスの有力者たちや仲間の画家たちの肖像画を描いた。その中には、 画家のトーマス・ローレンスやジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーもいた。ナポリやア,アテネも旅した。フランスやイタリアに活動の拠点を置きながらロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に毎年作品を出展し、1827年にアカデミーの会員に選ばれた。1830年にイギリスに戻り、イギリスでも地中海沿岸の風景を背景にした。 歴史画や宗教画を主に描いた。美術史家としては、ゲーテの色彩論を1840年に翻訳した。詳細な注釈付きで、ドイツの美術史やフランツテオドール・キューグラーの絵画史の手引きを編集した。これらの書籍の出版によって、芸術家としての評価が高まり、政府の美術支援を協議する委員に選ばれた。ロンドンのナショナルギャラリーの創設に関わり、 1843年に2代目の学芸員に任じられたが、後に執筆や創作のために辞任した。1849年に美術史や翻訳家のエリザベス・リグビーと結婚した。1850年から1865年まで、王立バーミンガム芸術家協会の2代目の会長を務め、1850年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの会長に選ばれ、 ナイトの称号を得た。イギリスの美術界の重要人物となり、1853年に写真協会の初代会長、1855年にナショナルギャラリーの館長などを務めた。1864年にケンブリッジ大学から名誉博士号を贈られた。ありがとうございます。